デボイチェック・イーワーさん、題名はヒーローにならなくてもいいですです。Acabem que se szónoklatot Demarcek Éva mondja el. Szónoklatának címe, nem kell hősnek lenni. Konnichiwa, watashi no namae wa Demarcek Éva desu. Kyou sakai motto byoudou de heima no tokoro ni kaeru tame ni nani wo sureba ichiban yoi ka という tema wo erabimashita. Nande sono tema nitsuite hanashitai ka wakarimasu ka? Naze nara 14歳頃からボランティアをしているグループのメンバーで、こういうことに興味がありました。そして近頃、このテーマはとても大切になりました。だから皆さんと自分の意見を共有したいです。世界にはいろいろな問題があるので、簡単に生活ができません。例えばたくさんの人が病気や戦争に苦しんだり、食べ物がなくて困っています。そして自然の破壊も止められないです。それらの問題をたくさんの人が知っていますが、残念ながら何もしません。もし誰かに世界を平和なところにする力があったら、なんで使わないのですか？もし手伝いたかったら、なんで何もしないのですか？皆さんどう思いますか？私の考えでは、平等で平和な世界の方に向かう最初のステップは不可能ではないと思います。ヒーローにならなくてもいいです。私にとってそのステップとは、お互いを今よりよく分かって気持ちを理解することを意味します。なぜならこの大きな惑星で一人じゃないでしょう。みんなはそれぞれ違っていますが、同時に同じようなところもあります。だから一緒に生きるためにお互いを受け入れるのを覚えなくてはなりません。なんで誰もその最初のステップを踏み出すことができないのですか？なぜならお互いをもっと知るのは、受け入れるのはあんまり簡単ではないでしょう。でもなんでそんなに難しいのですか？普通人間は他の人の痛みとか孤独とか苦しみとか悲しみだけではなく、自分の問題からも怖くて逃げています。だから他の人の問題を無視するのは一番優しいです。こうやってどんどん誰とも距離を保って、自分の前に壁を作って自分の人になります。自分の前に強い壁を作るのは悪いことではないです。自分が作った壁にドアがないので、他の人を入れられないのは当たり前です。もしドアがあったら、誰を入れるか入れないか、あなたが決めることができます。もしドアを作らなかったら、寂しくなると思いませんか？みんなは少し愛情と気づきが欲しいです。もしドアがあったら、他の人だけではなく、あなたも愛情と気づきをもらうことができるから、壁にドアを作った方が価値がありませんか？最初のステップを踏み出すために他の人に鍵をあげて、ドアにつく鍵を他の人の手にあげて、自分のところに入ってくることを許すと、お互いのことを受け入れることも、顔見知りの人が友達になることも、お互いに頼り合うこともすごく簡単になります。でもドアを他の人にあげて受け入れるのはとても難しいです。これをもっと優しくするために何をしなければならないと思いますか？ 100% で正しい答えを言えません。でももし私だったら、自分のできる限りをやってみて、お互いのことを信じておおらかになってみます。でもみんな間違っていますから、自分の鍵を他の人に託す方法は様々だと思います。この最初のステップはとても大切です。それが私のスピーチで一番言いたいことです。なぜなら平等で平和な世界になるプロセスが、そのステップなしで続くことは無理だと思うからです。もちろん、もし皆さんの意見が私の意見と合わなくても当たり前です。このスピーチで皆さんにも考えてほしかったのです。私のスピーチを聞いてくださってありがとうございました。エイガーさん、ありがとうございました。私も世界がもっと平等で平和なところになってほしいと思っています。それでは一つ目の質問です。ハンガリーではたくさんの人がボランティアをしていますか？残念ながらしません。たくさんの人がボランティアをしません。二つ目の質問です。エイバーさんのボランティアグループではどんなボランティアをしていますか？大体、友達と
一緒に映画を見たり、クリスマスの時、病気な人たちにコンサートを企画することをしたり、そして洪水があった町の学校にペンやノートを集めるアクションをしました。3つ目の質問です。自分の鍵を他の人にあげる方法はどのようなものがあると思いますか？私の考えでは、他の人に他の人のことを信じて、例えば他の人の問題を聞くことがもう鍵になることなれるだと思います。わかりました。エヴァさん、ありがとうございます。高校生部門の発表者の皆さん、ありがとうございました。この後は大学生一般初中級の部のコンテストが行われます。ここで12時35分まで10分間の休憩に入ります。会場外に出られるお客様は12時35分までに元のお席に戻られますようご協力お願いいたします。Továbbiakban az egyetemisták és intézményen kívüli versenyzők szónoklataival folytatjuk. A folytatás előtt szünet következik 12 óra 35 percig. Kérjük, hogy azon vendégeink, akik elhagyják az épületet, 12 óra 35 percig szíveskedjenek visszatérni a helyeikre. Kono tabi no jishin tsunami niyori hisai sareta katagana no tame ni入り口で日本語を学習している学生たちが義援金募金活動を行っております。本日集めた義援金はハンガリー日本友好協会を通して被災地に送られます。どうぞご協力お願い申し上げます。Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra a földrengés és a szökőárkárosultjainak megsegítésére szó adománygyűjtési programra, amely a japánul tanuló diákok szervezésében valósul meg. Őket ma a bejáratnál találják meg. Az összegyűlt adományokat a Magyar-Japán Baráti Társaság juttatja el a katasztrófa sújtotta térségek illetékeseihez. Támogatásukat előre is köszönjük.